大滝神社、岡田神社は、福井県越前市大滝町にある神社である。上宮には、大滝、岡田両神社の本殿が並んで立つが、下宮の本殿、拝殿は、両神社の共有となっていることから、二つの神社の名前が併記される。国の重要文化財指定名称は、大滝神社である。伝承によれば、養老三年、この地を訪れた隊長が、 国のとたちの村、イザナギの村を主催神とし、十一面関税恩菩薩を本寺とする神仏集合の社を創建し、大滝地五言源を建立したという。後に、明治時代の神仏分離令により、現在の大滝神社となった。岡田神社については、約千五百年前、大滝町の岡本川上流に美しい姫が現れ、村人に、 神好きの技術を伝えたのが始まりとされている。この伝説の姫、川上御前を和紙の神様、神祖神として祀ったのが、岡田神社である。延元2年の足利軍の陛下で社殿が失われ、岡田神社の祭神を大滝神社の愛殿に祀った。さらに、天正3年、織田信長の一行一騎攻略の際、大滝寺一山が陛下に愛称出。 再建時に、大滝神社の拙者として境内に祀られるようになった。大正12年、大倉省印刷局省支部に、川上御前の文礼が奉仕され、岡田神社は、明日ともに、全国史業会の総鎮守となった。神社の格としては大滝神社の方が上であるが、住民たちが崇拝してきたのは、川上御前であったため、大滝神社、 岡田神社と並み記していると考えられている。すべて昭和61年8月12日指定。ありがとうございます。